もうお昼ですけど。こんにちは。はい。だからまあなんていうの、日常なお出かけですかね。今日は。そうですね。特にここっていうのはないんですけど、はい、ホームセンターとかね、普通に回ります。はい。ホームセンターでーす。てる人いるけど大丈夫？怪しい人。やばいね。リミ。怪しいから。不審者だから。逃げて。ちょっとやめてくれるかな。めっちゃお尻だけ映ってる。いやシロコロのソーセージ買ってあげようか。これだよ、いつも食べてるソーセージ。これ。でもね、パックのやつがあるから、あ、そうそうそう、これこれこれ。6本入り。これと、あと、クレーム。これ。そんな目がそんなんない。電子メモパック。これいい匂いかな。可愛いピンク。可愛い。可愛い。ファブリーズはね、いいよね。これホテルの方でね、え、玉ねぎのみじん切りで闇から出にくいだって。へえ、こうやってね、あ、ね、こう、うん、なるほど。トマトも潰さず切れますよ。へえ、めっちゃ玉ねぎ切るときに涙出るよね。うん、トマトしーちゃんとくん、うん、なんであんな出るんだろうね。ね。はい、はい、カインズ女子、かわいい、おしゃれ系だね、うん、え、これシャンプー、うん、ちーちゃん好きそう、入れ物、あ、これがシャンプーとリンスで、これはボディウォッシュ、体洗うやつ、アタック、え、アタック洗剤だ、本当だ、アタックをこれに入れ替えるってことでしょ。あ、でも入ってる、入ってるんだ、おしゃれー、ファブリーズ、あ、ファブリーズもちょっとおしゃれになってるよ、ほんとなんかおしゃれっぽくなってる、すげえ、すごいね、うん、女子に人気なんだしょ、最近しっかり切れるアルミホイルケース、へえ、どこにある、これないね、裏かな、裏かもね、あ、これだ、スパッと切れるラップケース、あ、これ欲しい、これいいじゃん、しっかり切れるアルミホイルケース、これ白、どう、白がいいよね、うん、これ買ってみようかな、これとこれ、これを買いましょう、はい、はい、いつもね飲んでる炭酸水がこれなんですけど、美味しい炭酸水、これいつも飲んでるんですけど、なんと箱買いしようとしたら これだけ全部ないです、これ人気、うん、もしかして、ね、ね、いつもはコストコで買ってるんですけど、今日はねカインズ来たんで、はい、カインズで買おうとしたらないなのでこっちにしましょう、そうですね、このね、これもね、これも飲たまに飲みます、たまに飲む、はい、飲む、はい、気づけば山盛りです、やばい、こんなになっちゃった、やばい、ね、やばい、たい焼き買ってきました、はい、明
ード3人カスタードでパパだけ甘栗。はい、食べましょう。どれ見して。三つ屋。なんで、あ、なんか凍ってない、この三つ屋サイド。なんか凍ってる。凍ってるよね。凍っちゃったのかな。すごい、半分氷だ。シャーベットみたいに氷が浮いてるね。冷やすぎちゃったのかも。美味しい。これめっちゃ美味しい。よかったね。クリーム、うん、出てきた、うん、美味しい。すっからかん。まだすっからかん。めちゃくちゃ。本当だ、でも中身いっぱい入ってそう。 ね、クリームたっぷり。これめっちゃ美味しかった。久々じゃない、このスープの缶のやつ。缶のやつは久しぶりね。いただきます。はい、おやつタイムです。どう、うんうんうん、なんか空洞っぽくなってさ、クリームがたっぷり入ってる感じじゃない、うん、ね、うん。ララポートに来ました。はい、じゃあね、ディズニーストアに来ました。リミちゃんお誕生日のね、お友達がいるので、リミちゃんもプレゼントね、もらったんだよね。聞いてますか。なのでプレゼントをね、ディズニーストアで買いたいと思います。はい、おい、レッツゴー。めっちゃ可愛いんだけど、かわいい。これ？そう、これ。かわいいね。めっちゃ使えそう。ここのことで買うのいいと思うんだけどね。うん。足のサイズなんだよね、しーちゃんはね。案が大きいから、みんな小さいの。できましたか。おお、いいじゃん。ん？見せちゃう。あははは。これリミちゃんの？自分の変えた。よかったね。で、お友達とみんなお空。友達はデイジー、ドナルドとデイジーと同じプーさん。4人で。もあるな。プレゼント作る。ちょっと映そう。おお、あ、そうね、ここプレゼント袋あるもんね。全然中身は分かんない。そっかそっか。これごとじゃあ渡せるってことね。うん、おお、いいじゃん。誰が誰だか分かる？プリディーズ。おー、なるほどね。お店の人もあった、教えてくれた、うん、はい、よかったね、ちゃん。フワちゃんみたいな。どうしたの？めっちゃ緊張してるんですよ。緊張してんの？なんで、どこで？ 50m 走並みに緊張してる。 50m 走もさ、タイム測られるわけじゃん。緊張するよね。わかる。マジで緊張するのあれは。それ、え、今緊張してんの？うん、なんで別に 50m 測んないけど。走んないけど。なんでそんな緊張してんの？言っちゃっていいの？ん？あ、これからある企画をするから。そうなんですよ。どのある企画がもう。やだ、もう本当にやだね。あ、笑顔が戻ってますね。ということは、こういうことは、まあ良かったんですね。はい、まあ、何が起こったか動画を見てください。良かったですね。はいはい。はい、じゃあ次ね、お腹空いたのでね、ご飯食べたいと思います。はい、はい。喜んでる。眩しいです。なんかやばい、今スマホで撮ったら、あの GoPro 全然真っ黒で映んないからさ、スマホでさ、あの
録画ボタンっていうか押したらさ勝手に電気がついた。すごっ。普段撮らないからさ暗い中。はい、はい、びっくりしたね。今ね眩しいですね。めっちゃ眩しい。はい、すいません。じゃあお家に帰ります。はい、バイバーイ。リミちゃんもちらっと映った。